皆さん、久しぶりです。2006年から2012年に所属していた高木朗です。クラブ創立25周年おめでとうございます。僕は今、サッカーの皆様と仕事をしながら、建築業界や様々なことをやっております。僕がコンサドールに配属した当時は、K1 に代理検査が20、K1 に代理検査が10というレベルタークラブのようなのが舞台でした。まあ、どういうか解説できないかなと思いましたが、僕が仕事している間は、新しいことが続いていました。僕がコンサドールに入所したということは、2007年の都政選手選の K1 になったときも、何人か僕が仕事をしております。今後の参加に対するのは、今のように強い経営の戦略を維持しながら、常に電話を隠す、もしくは、学会で電話制覇というものを期待しています。サポーターの皆さん、今後も、このことで欲しいというふうに、さまざまなものであると思いますが、常に支えていただけるように、全力でご協力よろしくお願いします。今シーズンはチーム25周年ということで、チームとしてかける思いは強いです。久しぶりのホームの開幕ということで、まあ、選手にどんどん気を示してますし、そこだと皆さんだったら一緒に感じて、チームは北は熊本といいキャンプをすることができました。チームも感染対策をしっかりして、皆さんを受け入れる体制が整っています。ぜひ会場に来て応援してください。よろしくお願いします。仕掛けろ、ノーチャレンジ、ノーチェンジ。では続いてピッチ上中央をご覧いただきたいと思います。札幌ドームが20周年、そして北海道コンサドーレ札幌クラブ創設25周年を記念してセンターサークルシートを作りました。この記念すべきセンターサークルシートベアラーを務めているのは札幌ドームメンバーズクラブの皆さんです。ありがとうございます。ベアラーを務める札幌ドームメンバーズクラブに対して皆さんに大きな拍手を送ってください。そして札幌ドーム開業20周年おめでとうございます。この記念すべき札幌ドーム20周年、そしてコンサドーレは25周年。今年の合言葉は仕掛けろ、ノーチャレンジ、ノーチェンジ。